も月玉泉、も月玉泉大正2年9月16日は、日本の明治から大正にかけて活躍した、史上派の日本画家。本名は、重臣。字は、朱一。通称、春三。玉泉は、画号で、別号に玉京京都室町竹屋町に生まれる。祖父は、も月派の絵師、も月玉泉。父は、も月玉川。このも月玉京も日本画家。 という絵師の家系に生まれる。6歳から祖父に絵の手ほどきを受け、16歳から父に画法を学び、私文は岩岡記録像に習う。校歌2年13歳で、菊亭家に仕えながら、伊勢国、駿河国などに有歴、射生を重んじながら演山派と史上派を接中し、山水、花鳥画で京都画壇に知られるようになる。楓5年28歳で家督を継ぐ。 も月家は、代々宮中の御用を務めており、安政2年京都御所造営で襖え、ありおそれにひず、武学図を描き、ついで明治天皇即位の際、山佐山下義賢の図ととも、明治11年、高野梅霊らと京都府が学校設立の義を請願、明治13年が学校が設立されると、東州の副教員として、指導にあたる。印刷局、博物局の命により、 小僧院魚物を模写し、明治15年内国絵画共進会では、エジ功労の報奨を受ける。地元の京都博覧会でもたびたび受賞。明治21年、平安百景会を主催し、会主として、京楽の名称百景を選んで、多くの画家をまとめ更新の育成に尽力した。明治24年普通学校の教材として、玉泉、修画城三冊を刊行 上京区室町丸田町下がるのが塾で、後見玉絵など多くの弟子を育てた。明治22年のパリ万国博覧会で、不学図を出品指導賞。明治26年のシカゴコロンブス万国博覧会では、農商務商会上げの栄誉を受ける。明治29年に本会が協会設立されると、その第一回展に玉ら文化生と出品。 宇治川上流上水集計で一等法上となる。続いて、明治30年の第2回絵画共振会にも、苦弱を出品する。その後日本美術院の設立にはかかわらず、明治33年パリ版告白覧会に出した、徴用ビナズは、公表を終え、明治37年4月16日提出議員を、拝命する。晩年はもっぱら課長がに再刊を振るい、大正2年、 丸太町の自宅で80年の生涯を閉じた、門下に可愛い曲道後見玉えなど、ウィキメディアコモンズには、餅月玉泉に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。